2024年2月27日、台湾南部の高雄にある造船会社 CSBC 台湾国際造船が、2023年9月28日に進水した中華民国台湾初の国産の通常動力型潜水艦ハイクンを乾ドックから出漁させたよ。その上で、高尾港内において各種タンクの水密性や重量制御に安定性やバラストのチェックなどの試験を実施し、問題がないことを確認したと発表したな。今回はそんな台湾海軍初の国産潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、昨年の進水式の際には船体全体が中華民国国旗を表す幕で覆われていたため詳細な構造は判明していなかったんだけど、試験前に乾ドックへ移動された際にハイクン全体の構造がはっきり確認できる状態となったことから、艦首上方に高周波ソナーや側面のアレイソナー、6門の魚雷発射管、排水口など、船体各部の構造や形状が明らかになったよ。ハイクンは台湾が、中国は2027年までに台湾侵攻を実施するだろうと言われている中、中国海軍が空母やイージス艦、強襲揚陸艦などの侵攻に必要とされる大型艦艇を次々に建造して増強していることへの対抗策として、旧式化した4隻の通常動力潜水艦の刷新を図るとして、計画された潜水艦だね。ハイクンはディーゼルエレクトリック機関を持つ通常動力型潜水艦で、水中排水量は2500から3000トン、全長70から80メートルと推測されていて、通常動力型潜水艦としては世界最大級を誇る海上自衛隊の最新型潜水艦大芸型推定水中排水量4000トン超、全長84メートルや、全世代の総有型水中排水量4200トン、全長84メートルより一回り小型だけど、戦闘システムに関してはアメリカから最新のものが供与されたと見られていて、一部の軍事評論家の間では攻撃面においては対艇型の性能を上回る可能性があるとも言われているよ。蓄電池には総有型の11番艦以降と対艇型潜水艦に使用されているリチウムイオン蓄電池が搭載され、その特性が活かされ長期間の潜航が可能であるとされ、水深の浅い台湾海峡に潜むには通常動力型潜水艦より騒音が大きいとされる中国海軍の原子力潜水艦よりも有利なんだって。また、そういう型や対艇型との共通点として X 字舵が採用されていることがあり、これらのことからハイクンの開発に日本が絡んでいるのではないかとする声があるな。しかしながら、X 字舵は日本の潜水艦が採用する以前からヨーロッパで導入されている技術であり、リチウムイオン蓄電池についても日本独自が開発して他国が使用できないというわけではなく、日本が台湾にそれらの技術を伝えたとの証拠にはならないぜ。ただ、通常動力潜水艦の性能においては世界一との評価がある。日本の潜水艦開発製造技術が台湾に伝えられて可能性があるということだけでも、中国への牽制となるだろう。台湾は今後この白煙級通常動力潜水艦を8隻建造する計画を立てていて、日本円で1兆6000億円の予算を組んだというよ。ちなみにハイクンという艦名の由来は台湾海軍の潜水艦命名における海プラス動物という規則に則っていて、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚コンと海とを組み合わせたものだな。台湾海軍における現時点での潜水艦戦力は通常動力型潜水艦4隻だけど、それらのいずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しいシャチでさえその収益は1988年で慣例はすでに36年に達しようとしているよ。しかし現時点の台湾海軍ではこの海流級通常動力潜水艦の2番艦シャチを文字通り虎の子として運用しているぜ。シャチの要目は基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルとされ、ディーゼルエレクトリック機関によって水上最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射管からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされ、このスペックだけを見れば現在においても十分に通用する性能を持っているものの、
日本の海上自衛隊で言えば、すでに2世代前の主力潜水艦として現時点でその全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍が保有している潜水艦の性能にははるかに及ばず、世界的見て低レベルとされている中国軍の哨戒能力であっても探知が可能とされて、さほどの脅威ではないんだ。海流級潜水艦のベースはオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦で、改良された海流級を当初台湾海軍は6隻を購入する予定であったのであるが、これに気づいた中国がオランダ政府に対して購入を阻止するために強い外交圧力をかけ、それに屈したオランダ政府が追加契約を破棄したことによって、わずかに2隻しか購入できなかったんだ。この2隻の他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦については論外で、いずれも太平洋戦争末期に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、その退役後に台湾海軍に売却されたものであることから、軍事評論家などの間で骨董品とも揶揄されている潜水艦だね。そのうちの1隻開始は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦カットラスで、1973年12月4日に台湾に売却されたよ。基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 メートルの艦体に533メートル魚雷発射艦を10門備えているものの、近年においては艦体の耐圧からの歪みが発覚するなど、艦体各所に金属疲労が発生していることが明らかになるなどして、水深20メートルくらいまでしか潜れないのではないか?とまことしやかに噂されている潜水艦なんだ。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦タスクで、やはりアメリカ海軍退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン、水中排水量2415トン、全長95メートル、全幅 8.3 メートルと開始ほぼ同じ大きさがあり、兵装も同様に533メートル魚雷発射艦10門を備えているぜ。しかしながら、近年の潜水艦ではもはや装備されていない艦上の5インチ砲 40mm 機関砲 20mm 機関銃が搭載されたままで運用されており、開始と同様に金属疲労が著しい全近代的な潜水艦として、その実用的な潜水深度はやはり20メートルほどであろうと見られているな。このように台湾海軍の潜水艦は艦齢40年以内の海流級2隻はまだしも、艦齢80年近くになる海士とアザラシの2隻は、いつか近い将来に先行事故を起こす可能性が高いことが指摘されていて、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないとされていたんだ。中国による台湾侵攻が勃発すれば、中国は海と陸から台湾封鎖を試みる可能性が高く、その中で台湾が強力な潜水艦を保有することは中国海軍の海上行動を抑止する大きな要素となるよね。しかし、台湾は中国が国際社会にかける圧力によって、海流級潜水艦が2隻しか導入できなかったように西側諸国から最新鋭潜水艦を購入することが不可能である上に、潜水艦を自国で建造する技術を持たないことから空と海上ではある程度の戦力を有してはいるものの、現代戦においては極めて重要な戦場となる海中の警戒体制が脆弱であることはかねてから台湾にとって悩みの種であり、台湾海峡を渡る中国海軍にとってはどのような手段をとってでも台湾海軍の潜水艦戦力の増強は阻止しなければならないわけだ。現に海軍が浸水した際に、中国側はすぐさま反応して身の程知らずだとする声明を発しており、これまでも中国は自国にとって大きな脅威となると思われることに対しては即座に過剰なまでに反応を見せてきたことから、台湾海軍が海困窮潜水艦の導入が進むことを警戒しているのだと指摘する声が多くあるぜ。台湾海軍の潜水艦戦力の増強が早いか、中国の台湾侵攻が早いか、国際社会の注目が集まっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、
チャンネル登録してね。